引いて側屈戻す、万歳して引いて側屈。はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は自宅でできる猫背改善エクササイズをご紹介したいと思います。猫背っていうのは、以前の、動画でもいろいろお話ししましたけれども、肩甲骨が、上がっちゃってることも結構多いです。で、無理に、こうぐーっと力を入れてしまうと硬くなってしまうんで、自然に、筋肉の、強さのバランスで、肩甲骨が下がっているといいんですけれども、肩甲骨を下げるためにどこを鍛えた方がいいかっていうと、はい、こちらの、広背筋なんですね。で、広背筋を鍛えるためによくトレーニングジムとかでラットプルダウンとか背中を鍛えるトレーニングやってる方も多いんですけれども、どうしても腕肩に力が入っちゃって背中に効かせられてないっていう方が、いますので、ちょっと背中に、効かせる方法をお伝えしたいと思いますので、やってみましょう。それでは行ってみます。はい、それでは説明していきます。まずは万歳していただいて少し腕の力を抜きます。ブラブラブラ、はい、肘を背中の方に隠していくようにぐーっと引いてくるんですけれども、注意点1、腕が近づくと、力こぶに力が入ってしまいますので腕を近づけすぎないようにしましょう。上げて肘の角度、ここを90度ぐらいに保ったまま引いてきます。その時に、肩がしっかり下がって、背中のこの脇の下から、腰ぐらいまでこの辺に力が入っているのを感じます。はい、でよくあるのが腕がこう下がってしまうタイプ。こうすると、また腕に力が入ってくるので肘を地面に刺すようにいきます。はい、後ろからもやってみましょう。万歳して下げる、万歳して下げる、この繰り返しです。はい、これが第一段階ですね。これだけで、効かせられる方は、背中にちょっとじわじわ来てるんじゃないかなと思います。で、もう一つ、これ引いてった後に少し側屈をします。はい、頭だけいくんじゃなくて背骨を曲げるつもりで少し側屈。はい、そうすると今右の広背筋が効いてます。はい、戻す、手を上げて引いて今度左、戻して上げる。これを繰り返すと広背筋がより縮むのが感じられると思います。はい、一度整理しますね。まずは手を上げて手ブラブラ、そのまま肩の力を抜いて肩をストンと下ろした状態で肘を背中の方に隠していくように引きます。はい、この時に背中にギューッと力を入れます。で、ゆっくり戻す、ギューッギュー。これを20回2セットぐらいやってあげるといいかなと思います。結構辛くなってきますよ。はい、で第2段階は今のに側屈を加えます。万歳して引いて側屈、戻す、万歳して引いて側屈、戻す。こうすると広背筋により収縮しているイメージがつきやすいので、ぜひぜひやってみてください。これをやってから、マシンでトレーニングすると広背筋の力の入れ方が分かっていてだいぶイメージがつきやすいと思うので、マシンのトレーニングの前とかにやるのもおすすめです。ぜひぜひトライしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。プルダウンという動きでしたけれども、意識を変えるだけで結構効いてきます。ということで、普段背中のトレーニングやってなかなか背中に効かないんだよっていう方とか、あとはどうしても肩とか腕が先に疲れてきてしまうなっていう人も、こういうふうにやってみると、少し効果が変わってくるかなと思いますので、ぜひぜひトライしてみてください。はい、今日はエクササイズプルダウンの紹介でした。私のメインチャンネルとそれ以外にも2つチャンネルがあります。それから各 SNS のリンクも動画概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。